ありがとうございます。気をつけてください。今日はちょっとだけ配信します。また夜できたらするけど。こんばんは、こんばんは。もうちょっとで握手会で服が了解です。こんばんは、仕事中枢今日もご挨拶ありがとう。こんばんは。かっこいい系とか綺麗系とかどっちが好きですか？かっこいい系と綺麗系？え、どういうこと？かっこいい系と綺麗系？カートル、こんばんは。これで63回目のショーです。クーガーコン。カートルに会いに行けるって。こんばんたる。やっとですね、東京。23、24、25。風邪じゃないよ。風邪じゃないよ。どっちでもいいか。かっこいい系と綺麗系、何かによるけど。よかった、体調気をつけてね。明日から行かれる人ら緊張3連幕張3連発楽しみそう。お、来てくれるんですか、ジョッキーさん。土曜日会いに行くとる、ありがたる。ハマーさんもこもこ来てる。夜道なので質問してみた。あ、なるほどね。かっこいい系、まあ服だったら、え、わかんない、一緒じゃないですか。かっこいいけど綺麗系ってかっこいい。やばい、質並べ最近できてないんだな。どんな感じなんだろう今順位。12月握手行く、ありがとう。え、入試は緊張するね、やばいねそれ。生田神社、そうですよ、生田神社で今生田よん、ありがとうございます。日曜日行くけど仕事終わらせなくては。あ、日曜日お仕事頑張ってください。待ってますね、日曜。こんばんは。俺も七並べ、モチベやばい。七並べみんな頑張ってくれてるな。たたたたた。第一志望の大学の入試内容、L ちゃん、あ、大学生か。頑張ってファイティング。そう、明石焼きをね、5分でね食べました。めっちゃ暑かった。81位は下がってしまってる。総合は13位。お、みんなのおかげです。カータルのツイッターめっちゃ好き、楽しいレポのやつ。コン、ありがとう。今日はね、今日ツイッターツイートしてないな。いや、またね、そう、愛媛で行ったんで、またあげる時期が来たらツイッターにあげます。じゃあ何をしたのかは秘密ですが、まだ内緒。それが熱い汁だったんだよ。熱い汁に熱いものつけてからもう目が疲れてる。本当だね、今日目疲れてるっぽい。
何肺何多分光の問題でもありそうだけど、こんばんは。てかこんなハイペースで行くとは思わんかった、すごいね。そう、それな兵庫てか徳島行きたいな。汁ってかで、そうそう、出汁なんだけどさ、出汁がめちゃ暑かった。しかも安くてね、結構ね、明石焼きって安いんだよ、びっくりした。10個も入ってて。ツイッターやりたいな、ツイッターやりたいかな、ツイッター。あ、出汁だ、出汁は爆笑だ。初めてこの読み方した。出汁、あれお汁じゃない、出汁、出汁じゃんか。髪の毛切りたくなってきたの。初コメなんて読むかな。つえちゃんよろしくね。めっちゃ疲れてるやん、マジか。ちょっと顔に出ちゃうんだよね。超元気だよ。ツイッターかインスタかやりたいけど、なんかごめんなさい、なぜに神戸よかったよ。メリセで寝てね、ありがとうね。今はチャートリとユミリンとリーダーだけだからね。あ、そうだね、いつか来るんでしょうか。ツイッター、あ、福田さん、そう、福田あかりん、え、神戸もないでしょ。神戸は普通に旅行ですけど、え、仕事の内容はまだ秘密。50カハトルありがとうございます。ガチ久しぶりだね。広島ドルミネーション見た、見てない、見てないです。広島お祭りやってるかな、めっちゃ。広島ってまだお祭りやってるのかな。金ちゃんバラしたらダメだよすべちゃんのハート奪ったるあかりに怒られそうなのでやめときます。昨日までではお祭りが、昨日までだったんだ。そっか、福田さん推しだけど、かほちゃんがハート奪ってハート奪ってる。せめてブログ毎日投稿できたらいいのにね。ブログ毎日はきついなブログ毎日そんな書くほどないんだな内容が薄くなるわ、ブログ毎日は。ツイッター楽しみにしときます、ありがとうございます。ブログ毎日はちょっときついな。いや、ブログ毎日はきつい。ドルミネーションめっちゃ綺麗だ、平和通り。そうなんだ、行きたい。そう、ツイッターはね、ツイッターとかインスタはまあきつい、インスタもまあきつい、きついよね、毎日は。どうだろう、まあその日次第ですけど。ツイッターできるようになる、もしツイッター始めることになったら毎日ツイートするの、わかんないですね毎日ツイートすることがあったらするかもしんない。インスタ毎日食べたものを載せることになりそうこんばんたる。まあしたい時にしたらいいと。
ツイッターはね、でもいろいろつぶやくことありますよ。ツイッターめっちゃクオリティ高いけど結構考えるね。文字が決まってるから、文字数が難しい。確かに毎日食べたもの、いやインスタだったらね、食べ物はね載せないかな。載せないこともないけど、毎日25日の握手会、え、ありがとうございます。独り言とかだよね。インスタやりたいですね。瀬戸内ってすっごい景色いいとこ多いから、そう、映え写真が結構ね撮れるんで、そういうのとかもしできるんだったら載せたいかな。カホなら5番目もあるし、 SNS が増えるとなかなか毎日は大変だよね。まあインスタはね、どうだろうね。でもツイッターは毎日でもいけるんじゃないですかね。今来た、こんばんは。景色が痒い。え、ねえ、ピカチュウドーナツって知ってる？ピカチュウドーナツって痒っ。え、あれさ、すっごい、そうあれってさ、めっちゃに、それをこの前食べたんですよ、カホがね、あのメール載せようと思って。あれめっちゃ今日ミスド行ったけどなかった。そうなの、なかったし、なかったしっていうかね、結構売り切れてて人気なんですよ、あれ映えるの。そう、クマありがとう。そう、めっちゃ可愛いんだよ。バナナ、ピカチュウはバナナ、モンスターボールもね。カイさんこんばんは。買った、あれめっちゃ結構いろんな芸能人さんが食べててね。EV の日って何？ EVV って何？ V 今日何日ですか？ 20？10？ もう全然頭が回らない。今日何日だ？わからん。あー、21 EV、 なるほど、もう 21？誰かさんの誕生日知ってるよ。指原さんでしょ。26歳おめでとうございます。指原さんの誕生日、久しぶりに言うギフトあげる、ありがとうございます。ピーちゃんって誰ですかね。
くり休んでくださいね。ありがとうございます。眠そうだね。嘘、全然眠くないよ。逆に目がギンギンです。ギロギロてかもうかおちゃんパジャマやん。そこほどね、基本部屋着はパジャマ。今日誕生日の方多いですね。おめでとうございます。最近いつもこの時間寝落ちしてるか、この時間の配信。今日給料日、お、いいですね。給料日、給料入ったら何にしようかな。お寿司食べに行こうかな。お寿司食べに行こうかな。お寿司食べに行こうかな。お寿司だ。28日めっちゃ咳が後ろの方だけど頑張ってみてください。逆にカオのこと見つけてね。逆にカオのことを見つけてくださいね。めっちゃ後ろの方なんだけど、28日は配信あるよね。28配信しますよ。いやいや、じゃどういうこと。配信ショールーム何わかんないです。28日は生誕だったらある。あ、生誕だ。配信あります。見つけられなかったらやばい。せっかくね。え、東京から来てくれるの28日。見つけてください。皆様、めっちゃハート奪う人じゃん。あなたのハート奪ったる。ちょっと今日は早いんですが終わります。また夜24時までには戻ってきます。ごめんね。どこか行かないよ。練習だよ。自主練です。この後は24時までに戻ってくるからね。ショールーム待っててください。15分やった？やった？やったかな？順位読もっか、せっかくだし。
はい、じゃあ順位を読みましょう。10歳金ちゃん、12位マサさん、11位モンタさん、10位スマホが一番さん、9位タカボーさん、8位ナカタル、7位チリアさん、6位ロベルト、5位レオンくん、4位ナナシ、3位サイズさん、2位ケンちゃん、1位ツネタル、ありがとうございます。ちょっと今日カホ元気ないんだよね、マジ助けて。リフレッシュできるといいね。リフレッシュ。風なのか、頑張ろう、頑張るぞ。何かあった？疲れちゃった、ちょっとみんな元気をください、カホに。頑張る、応援してるかなって、応援してるよ、ありがとう。そうか、カホにはみんながいてくれると分かったところで終わります。カホにはみんながついてると確認できたので、よし頑張ろう、ダンス練習してきます。ありがとう、バイバーイ。
バイバイ。3、2、1、バイバーイ。